ピーター・カッシング、ピーター・カッシング、ピーター・クッシング、OBE、本名、ピーター・ウィルトン・クッシング、1913年5月26日から1994年8月11日は、イギリスサリー出身の俳優。ハマーフィルムプロダクション制作のフランケンシュタインや、ドラキュラシリーズに代表される、クラシック・ホラー映画の大スター、マッド・サイエンティスト役や、 吸血鬼ハンター役として名高く、1950年代後半から30年、近くこの分野の第一人者であった。シャーロック・ホームズ俳優、スター・ウォーズのターキン総督特役としても知られる。クールで、知性的、貴族的な役柄を得意とし、その演技力と存在感で、クリストファー・リー、ヴィンセント・プライスと共に、戦後の三大怪奇スターと称された。 特に二十二本の映画で共演したリートは、ホラーの黄金コンビとして記憶されている。作品で悪役を演じる多くの役柄と違い、その素顔が温厚な紳士であることでも知られている。1913年、イギリスのサリー州ケンリーに、測量技主の父のもとに生まれる。一度は、父と同じ測量の仕事に就くが、特に喜劇映画への同型を強く持ち、俳優を志して、 演劇活動に入った。1939年にアメリカに渡りいくつかの映画に出演するが第二次大戦が始まり気営。1940年代は異文劇団やシェイクスピア等の舞台を中心に活動した。舞台での演技をローレンス・オリビエに認められ出演したハムレット1948年や赤い風車1952年などの映画への 出演を経て、1950年代半ばには、早々期の英国テレビドラマ界随一の人気スターとなった。ジョージ・オーウェルの1984年のテレビドラマ化、1954年で演じた役が代表作として知られる。1956年にバフタテレビ賞、最優秀男優賞を受賞。1950年代後半、イギリスの映画制作会社、 ハマーフィルムプロダクションは戦前にアメリカのユニバーサル映画が起こした怪奇映画ブームの最高を図っていた。カッシングはその第一作、フランケンシュタインの逆襲、1957年にフランケンシュタイン男爵、怪物を創造した科学者として主演。続く、吸血鬼、ドラキュラ、1958年にも吸血鬼ハンターのバンヘルシング博士として主演した。 二作は世界的ヒットとなり、カッシングも両作で共演したクリストファー・リー、監督のテレンス・フィッシャーと共に国際的な知名度を得た。この二役は1970年代半ばまで当たり役として演じ続けることになる。以降、上記二役に代表される狂気の科学者と正義の吸血鬼、怪物ハンターの悪と前奏法の役柄でクールで知的。 大きな雰囲気あふれる演技と存在感を示し、ホラーファンタジー映画俳優の第一人者として長く活躍した。ハマーの古典派ホラーの主演に加え、1964年のオムニバスホラーの名作、テラー博士の恐怖を皮切りに、後発のホラーメーカー、アミカスプロダクションの看板スターも務めた。他にも、英国のテレビの人気作、ドクター、フーの映画版日本に主演。 アメリカのホラーメーカーとして知られるエイプ作品への客演で、同国の戦後ホラーの第一人者ビンセント・プライスとの共演も果たした。日本にはほとんど紹介されなかったカッシングのもう一つの当たり役にシャーロック・ホームズがある。1959年にハマー製作の映画バスカビル家の犬に出演、米ニューズ・ウィーク氏に生きて呼吸する過去最高のホームズと称賛された。 映画は同作のみだったが、1968年に BBC の全16話に主演、1984年には単発のオリジナルテレビムービーホームズを演じた。1970年代に入ると、より過激なホラー映画に押され、クラシカルなハマー作品は低迷するようになる。カッシングも60歳近くなり、さらに1971年に妻を亡くして、 以降は体調を崩し、遵守役、脇役に回ることも多くなった。それでも70年代は、多くの映画に出演し、精力的に活動した。従来のクールな役柄に加え、地底王国、1976年のコミカルで、愛嬌たっぷりの老子や、魔界からの招待状、1972年の、近隣住人のいじめのために自殺する哀れな、老人役などでも、 名優ぶりを示した。1977年には、メジャー系映画での代表作となる、スターウォーズに、悪の大ボスである、帝国軍司令官、グランドモフターキン役で出演した。当初は、オビワン家ノービ役での打診だったと言われている。フランケンシュタインの怪物を思わせるような悪もつく、大男、ダースベーダーを従え、星一つを平然と破壊する冷酷無常な、 総督役を風格十分に演じた。監督のジョージ・ルーカスが意図した大ベテランでは木を固めることによって新人を主役にした SF 映画に威厳と説得力を持たせるという目的をオビワン役のアレック・ギネスと共に成功させている。ベーダー役のデビッド・プラウズとはこれ以前にフランケンシュタインと地獄の怪物1974年で フランケンシュタイン男爵と怪物として共演している。1980年代に入ると体調の問題もあり、出演作は減少した。それでも1982年のマジンカンではープライス・ジョン・キャラダインの怪奇4大スター共演を果たし、晩年のシャーロック・ホームズを演じた1984年のテレビムービーではジョン・ミルズ・レイミランド、 アンバクスターらオスカー、俳優たちを脇に従え、主演した。そして1986年の SF アドベンチャー、ビグルス時空を超えた戦士が、最後の映画出演となった。その後は長く、スクリーンから遠ざかった。1989年に、大英帝国勲章、OBE を受賞。最後の映画出演から8年後の1994年8月11日に、 ガンのために死去した。死の3ヶ月前の1994年5月、ハマンフィルムをテーマとしたテレビドキュメンタリーのナレーターとして収録に参加し、クリストファーリート、奇跡的な最後の共演を果たした。収録会場は当時のカッシングの自宅に近いカンタベリーのスタジオで、はるばるロンドンから来訪したリートのトークライブも行われた。詰めかけたジャーナリストやファンに深い感銘を与えた。 最後の挨拶であった。スクリーンでは、冷徹な役柄が多かったカッシングだが、素顔は誰もがその人格を称える温厚で高潔な、紳士として映画関係者には有名であった。大変な愛妻家としても知られていたが、1971年に妻ヘレンを亡くして、以降は体調を崩し、要望も衰えが目立つようになった。ドラキュラ年には、 娘がいる役で出演予定であったが、妻の死のショックで吹け込みが目立ったため、急遽孫娘との設定に変更されたという。出演したホラーやファンタジー映画の多くは、低予算作ながら、創意工夫に満ちた傑作、名作が多かった。しかし、中には評価の低い作品もあり、メジャーとは言えない安い作品という映画でも常に妥協せずに挑み、 孤高の演技を残してきた。19世紀以前を舞台にした作品が多かったので、小道具、プロップについても、時代背景に合致したものにこだわり、リストを作って制作サイドに要求していたという。そのために制作現場では、プロップカッシングなどと呼ばれていい。しばしば、カッシングの出演が映画の格を一段上げた。カッシングの演技が唯一の見どころである。との胸の評価をされる。 ピーター・カッシングとクリストファー・リーは、ハマー作品以前の2本も含めて22本の映画で共演しており、多くのファンから回帰の黄金コンビとして記憶されている。この関係はしばしば戦前のユニバーサル映画のホラー作品群におけるボリス・カーロフとベラルゴシの関係と並び称されるが、カーロフとルゴシがライバル同士というイメージがした,たかったのに対し、カッシング・トリーは、 息の合ったパートナー同士として認識されている。また私生活でも、無二の親友であったこともよく知られている。出演作での二人の序列の上下は、もともとテレビ界のスターであった、カッシングが、ハマー以前は無名に近かったリーより上だった。しかし1970年頃になると、積極的にハリウッドにも進出するリーに対して、9歳年上で60歳近くなっていた。 カッシングは脇に回ることも多くなっており、立場が逆転した。割合ではほぼ半数ずつである。両者の役回りは、フランケンシュタインやドラキュラシリーズの印象から、一般にカッシングが、博士、リーが怪物というイメージが強いが、必ずしもそれが多数ではない。二人で協力して会議に挑む場合などもあり、多岐にわたる。カッシングの最後の仕事となった。 上実のテレビドキュメンタリー、フレッシュブラッド、ザハマーヘリテジオブホラーの収録に際し、リーは、世界中どこに行っても必ずカッシングがどうしているか、尋ねられる。ジニは、カッシングと間違われる。これにはほとほとうんざりしているという胸の発言を、している。この発言は、当時10年近く映画出演がなかった、カッシングに対しての、世界中にカッシングのファンがいて、 解消速を気にしているという意のメッセージである。これに応えて、カッシングも、僕らは有名なのだね。また一緒に映画を作らないとねと微笑んだという。カッシングが、スター・ウォーズシリーズの帝国軍のターキン総督特役で、出演することになった際に、リーから、グランドも振って、何者という内容の手紙を受け取った。カッシングはリーに、僕もわからないという返事を送った、改正者。 スターウォーズエピソード2クローンの攻撃データブック15ページ。カッシングの没後、ィーもスターウォーズシリーズ新三部作に出演、悪役ルークー伯爵を演じた。インは、クリストファー・リートの共演作ピーター・カッシングが、フランケンシュタイン男爵役で主演した、ハマーのシリーズは、以上6本である。1話、放題が何かの続編のようで紛らわしいが、メアリー・シェリー作、 フランケンシュタインの映画化作品。それ以降はオリジナルで、主に男爵がヨーロッパ各地を点々と逃亡しながら生命の実験に続けるという内容であった。男爵の性格は比較的まともな学者派だから、実験のためには手段を選ばない。米国間まで作品により違いがある。2は1の続編であるが、それ以降の各編には明確に続編と断じられるほどの継続はない。 3以外は怪奇映画の名称テレンス・フィッシャーの監督によるもので最終作まで高いクオリティを保っている。クリストファー・リーがモンスターを演じたのは1のみ。ピーター・カッシングがバンヘルシング博士、一般に教授と呼称されることが多いキャラクターだが、このシリーズの1、2ではプロフェッサーではなくドクターを演じたハマーのドラキュラシリーズは以上5本である。一がブラムストーカー作。 吸血鬼、ドラキュラの映画化、にーコは、オリジナル作品。このうちリーがドラキュラを演じたのは1、3、4。カッシングは、原作とは異なるクールで俊敏なイメージのヘルシングを想像し、後の吸血鬼、怪物ハンター像に影響を与えた。なお、1はリーが主演であるかのように表記されることが多いが、ヘルシングを演じた、カッシングが主演である。後年の3、 4では立場が逆転している。またハマーは2から3の間にカッシングが出演しない。リーがドラキュラを演じた映画も4本制作しており、ハマーのドラキュラシリーズとしては全9本になる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。